とかじゃない、儲けとかじゃなくてすごいディスカウントして、でしかもまあ全部やると、やれることを全部やるというお話をさせてもらって、で、もうほんまにこれ受けたくないんですよと、僕の仕事けど、まあまあ、ね、やりたいし面白いし一緒に仕事したいなと思ってるんで、まあもう、54万でやりますわみたいな、50万、まあもう割に合わないの分かってるんでね、僕の時給からしたら合わないんですけど、そんな金額でやっていただけるんですか、非常にまあ落としてるのが分かるので、もうなんとかその予算作ってみたいなことをねおっしゃっていただいたんですけれども、その間僕の技術の話ゼロです。分かりますか、50万払うっていう決断を2時間ぐらいのお話の中で決まるわけですね、まあ、その前で段階で言うと1時間ぐらいお話をしてますけれどもっていう話ですね。絶対に技術にお金払ってないですよ、っていうか判定する基準がないから。しかも僕の場合何をやるかまで全部ビジネスモデルも全部伝えました。これをやった方がいいです。で向こうもイメージできました、あこれをやりたい、絶対やりたい、やればいいじゃないですかこっそり。けれども50万が安いと思い、50万払ってでもお願いしたいと言ってもらえるわけですよね。それは提案の仕方じゃないんです。向こうが僕のことを信頼しているかどうか、あるいはこの人を信頼してダメやったらどうせダメやんまで思ってくれてるんだと思います。おそらくそれが人が人に仕事を頼むっていうところです。ここに技術の話、都合の話は入ってきません。なので僕はこういう話をお伝えしています。絶対にそこが皆さんの力になるからですね。まあ逆説的に言うと、散々技術を求めてきてダメだったんじゃないですかって話です。ですよね。散々技術を求めてきて、山科さんなんて7年前からですか6年前からですか、もっと前ですよね。必要ですよ、いらないっていうつもりはありません、必要です。けれども私たちが常に持ってる原因は絶対に自分がどうあるかです。自分がクライアントに対してどう接するか、どういうふうな心持ちで世の中に価値を提供するかっていうことが一番の重要な場所ですので、まずそこをね、しっかり、腑に落としてほしいと、必要だから言ってます。僕がこの話をして、仏教に勧誘しようとしてるわけでもなく、前で話して気持ちいいから喋ってるわけでもなく、必要だから言ってます。本当に必要なんです。圧倒的に必要なんです。